日本九州地方福岡県福岡市東区、千早千早駅周辺の空撮画像地上から千早は、福岡市東区の地名。現行の行政地名では、千早1丁目から千早6丁目まで。2021年5月末現在の人口は1万7338人。郵便番号は813-0044。東区の中央部に近いおおむね平坦な町域を持つ。 北に貸し、南に、謎島が隣接し、福岡高速道路1号線と、九州旅客鉄道鹿児島本線の間に広がる。講義の貸し地域に含まれることが多い。主に住宅地として利用されるが、旧貸し奏車場跡地とその周辺の再開発が進み、商業施設や高層建造物の立地も増加してきている。 博多安東部の菓子井片水面を埋め立て生成した土地に1941年に、カスヤ郡、たたら村大和千早が新設されたのが始まりとなる。1950年に調整志向によりタタラ町となり、1955年に福岡市へ編入。1970年にカシイ団地が1980年に周辺と合わせての、 再編に伴い、千早一丁目から六丁目と、なじま一丁目から五丁目がそれぞれ分立。大和座千はの残存部は1982年に、か島浜一丁目から四丁目となり消滅した。現在の千早一丁目から六丁目は、旧大和座千はのほか、三ゆ町、なじま、か松崎から再編されて成立している。 千早や1丁目から千早や6丁目までを合わせた人口の推移を福岡市の住民基本台帳に基づき示す。集計時点は各年9月末現在である。千早駅、西鉄千早駅、千早駅東口背景はどこも九州福岡新ビル。ありがとうございます。